北越コーポレーション株式会社は日本第5位の製紙会社である。製品は洋紙、白板紙、特殊紙など、製紙業界の中でも生産効率の高い会社と言われている。新潟工場奇襲工場製紙業界では、コート紙を作る工程として、コート原紙を作る、正式と紙の表面に渡航するコーターを別々のラインで創業することが常識となっていた。 北越製紙は二つのラインを一つにすることで生産効率を上げるため、コーターを小式のラインに組み込みコート紙を1パスで生産するシステムを6号機に導入した。当時、業界は冷ややかな目でシステム導入を見ていたが、これ以降製紙メーカー各社はコート紙の新マシンを導入する際にはオンマシンコートの技術を採用している。製紙業で培った技術を応用し、 ガラス繊維をシート化したエアフィルタの開発、生産も行っている。同社のエアフィルタに関する技術は世界屈指のレベルであり、アジアにおける半導体、液晶、記憶媒体工場のクリーンルームで使用されているエアフィルター原料のほとんどを同社が供給している。王子製紙が北越製紙に対して経営統合を提案した上で敵対的買収を試みるも、 ホワイトナイトとして、三菱商事及び日本製紙が登場し、失敗に終わった。王子製紙は、秘密裏に株式を買い集めて突如として、TOB を仕掛けるのではなく、まずは経営統合案を提示して、有効的な買収を施行するという和洋折衷的な手法を取ったものの、そのために、結果としては、北越製紙の経営陣に反撃の機会を与えることとなったと言われている。 本件においては、従前のタブーを破って、国内系の証券会社及び商社が敵対的買収に関与したこと、そして各プレイヤーに一流の証券会社と法律事務所がそれぞれフィナンシャルアドバイザー及び法律顧問として関与したことで注目を集めた。ありがとうございます。